はい、はい、こんにちは。わさーぶ、わさーぶ。無事二十歳になりました。わさーぶ。せーの。わさーぶ。無事二十歳になりました。おめでとうございます。ありがとうございます。二十歳になりました。昨日ね。昨日なりました。昨日なりました。無事めでたっけということで、今日から、鬼殺し。今日から鬼殺し。大変。大変なのよ。もうそろそろ。いや今日だって MC だからテンション上げていこうと。上げていかないと。うん、今日しかも少ないんだよね。でもタイトにグッとギャンってやるから、しかもめっちゃ巻くっていう予定で。え、巻くの？巻くよ。伸ばさない。ギャンギャン巻く。じゃあもうここも巻いて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 。本日も楽しんでいきましょう。いくぞ。見て見て、一旦ちょっと、もう白と黒ばっかり。ちょっと白と黒みんな集合。白と黒みんな集合。わあ、本番前の皆さん、イエーイ。イエーイとかね、みんないい笑顔してるけど、もうこれライバル同士です。皆さんライバル同士ですね。チーム名じゃあ教えてください。トリプルスレッドです。トリプルスレッド、ヒップホップ3人組。わあ、これなんか、なんかいい3人組なんですか？そんなに？そんなに？そんなに？あ、幼馴染？あ、そうなの？え、なんか話まとめてもらっていい？じゃあなんかお互いの好きなものとかわかるの？食べ物、好きな食べ物。なんでも？なんでも。嫌いなものがない。食いしん坊タイプ。じゃあ俺は？俺。何が？あ、当ててみよう、当ててみよう。したら、ちょっと当ててみよう。ちょ、決めた？決めた？決まんない。決まんない。自分も決めといてよ。せーの。チョコレート。あ、おっと。あ、おっと、おっと。甘いもの。甘いもの、はい。チョコレート。すっかり。全然甘くない。甘くない。甘いもの好きだけど、好きだと思ってたけど、スープカレー。ということでね、好きなんだけどね。スープカレーが一番。やっぱスープカレー覚えておいて、2人とも。そっからダンスは始まるからね。スープカレーが好きなんだなこいつって思いながら、今日は頑張ってください、3人で。本当だ。だんだん菅田将暉にしか見えなくなってきたでしょ。裏でね、リトキン TV っていうのをやってて、リトキン TV の MC、まあ、僕がここにいるから、リトキン TV の MC を、りょうこがやってくれる。その、りょうこがいるから、りょうこやってくれ。やってー、やってみー。みんなー、元気かー。私もしかして誰も知らずに、もう浅野さんの隣でこうカメラのサポートをする人だと思ってたら、なんかまんまとまんまとジャッジジャム。
ばい、あの子やばいよ。続いては多分すごい何か起きるね。こちらもショーケースの方に何か起きるよ。映るんですが、思います。名古屋の第1位はキャミー。おめでとう。3人とも第1位。3人とも第1位じゃん。正解なんじゃない。だってそれほど一生懸命インタビューしてみますか。誰か喋るかな。あの裏で操作してるんだね。この裏で。そうなの。そういうの。裏ボス。みんなにだってなんかになって全部こう耳打ちしてさっき。全部操作してる。野球委員長っぽいね。野球委員長。うん、野球っていうよりは委員会がなんか。うん。あ、上の方ね、あ、上層部に私はいるぞと、常にゆくゆくは、じゃあ6年生になったらもう全体を吸収学校、な、生徒会長みたいな、なりたい。さすが、やっぱり、そしてありどうですか、今回優勝してみて優勝というか、まあ全員1位だったんだけどね。あの時の気持ちを、いいですか、もらっても票を全部有言実行だよ。有言実行。なんか前のリトルキングでパピリカに負けてて、あんまり勝ててなかったことが多かったので、今日は全員から1位もらえたのでとても嬉しかったです。嬉しいよね。やっぱライバル。ライバルになりそうだね。でもこれからね。まあ、ね。ちょっとね。そことパピリカとキャミの。ハピキャミ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 ですが、勃発、ね、いいね。そういうの大事だよ。バカい。この前髪はどういう風になってるんだろうね。足部あの小脇にゴマちゃん、ゴマちゃん、ね、足部ゴマちゃん抱えてるあれですか。小脇にゴマちゃん、キュキュキュ、ここにゴマちゃん、はい。ということで、キャミの皆さん、またこうやってね、優勝したらインタビューしてみようかなと思うんで、コメントの方もみんな練習してきてね。練習、コメント練習。コメント練習。ということで、みんなキューキュー言いながら、帰ってください。はい、それでは、おめでとうございました。せーの、キュー。